はい、こんばんは。今日はスターウォーズのチョコエッグを開封していきたいと思います。うん、スターウォーズはね、それほど詳しくないんですけど、このシークレットを狙っていきたいと思います。ちょっとおこがましいかな。でも今日はただ開封するだけじゃなくて、はい、ドンキホーテで買いました。こちらだいぶ値下げされておりました。元値がね、4800円が希望小売価格らしくて、でも200円にまで値下げされていました。こちらなんと、なんだ、見てください。水晶によるヒーリング効果により潜在能力を向上する目的に作られていますということで、運を味方につけようというとこですね。はい、これをつけて、あの潜在能力を発揮して、あのシークレットを当てたいと思います。今ねこれつけて買った方がいいんじゃないかって感じはするんですけど、いや、開封してからも中身が変わるかもしれないね。というわけで、こちらを騙された木で、つけていきたいと思います。よいしょ。皆さん、こういうのを木なんか信じますか？水晶とかパワーストーンとかね。私は全然あの気にしてつけてたことがないんですけど、でもね、あのこう病は気からと一緒で、思い込みの力っていうのがすごいと聞きました。今回はこちら3つ3本入りを3本つけて参りたいと思います。こちらね、なんかシリコンにね、水晶が練り込まれてるんだそうですよ。はい、ちょっと詳しいことはわからないですけど、はい、おしゃれな手首になったところで開封していきたいと思います。うん効果を発揮するんでしょうか。潜在能力高めていきたいと思います。で、チョコエッグ、チョコエッグのね、あの中のね、白いホワイトチョコの部分がそこまで得意じゃないただ周りのチョコと一緒に食べるから、うん、まあまあまあいけるって感じですね。チョコからわっ飛んだし、バラバラになった。はい、冬場のチョコは恐ろしいですね。狂気になりますよこれはいただきます。うん、パッキパキ。それでは、シークレット狙いで一つ目、バカ？あ、知ってるキャラが出た。やったー。もう主人公みたいなもんですからね、これね。どうですか？うん、主人公ではないか。ファーストオーダーストリームトルウーバーというね、ちょっとよくわかんないけど、7番が出ました。シークレットじゃなかったけど、まあ
あのこれパッケージにもなってますから、これですよね、これね、パッケージにいる人はだいたい強いってお決まりですから、あ、いいんじゃないでしょうか、結構当たりなんじゃないでしょうかね。はい、一つ目、はい、なんだったっけ、ファーストオーダーストームトルーバーでした。はい、二つ目、今回ね二つしか買ってないんでね、これラストのチャンスなんですけど、いやきっとこの水晶の力で潜在能力を発揮してくれるんじゃないかと今期待しているんですけど、まあね、一発目はこういうもんですよ。はい、こんな感じ。まあ主人公ですかね。ここにも大々的に顔があるし、主人公ですからね。はい。では開けます。あ、今回のチョコは優しかった、爆発的、あのパキパキにならなくてよかったですね。いただきます。うん、なんだこれは。なんだろう。ファーストオーダースペシャルフォースタイファイヤー。ん？うん。どっちもね、ファーストオーダー。おぉ。よくわからないけれども。どうやってくっつけるのかな？ん？こうかな？おぉ。ん？よいしょ。よし。できた。これでいいんでしょうか？ファーストオーダースペシャルフォースタイファイターでした。ファーストオーダーストリームトルーバーとファーストオーダースペシャルフォースタイファイヤーファイターが出ました。うん、ファーストオーダーセット、なんだかいい組み合わせなんではないでしょうか。ちょっとよくわからない感じのね、コウモリみたいな感じのが出ましたけど、まあね、こんなもんでしょうね。はい、というわけで今日のシークレットは出ませんでした。あ、黄色いの具がついてる。BB8 っていうのかな、 C3PO R2D2 レイマズカナタストームトルーバーキャプテンで、ファーストオーダーストームトルーバーとキャプテンファズマ、カイロレン、コマンドシャトル、スターデストロイヤー、ファーストオーダーロレ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 ラーとXウィングファイターとシークレットという内容でした。どちらもシークレットではなかったんですけど、ファーストオーダーペアが揃うことができました。というわけで全然効果が発揮されなかったんですけど、今度はね、また機会があったらこのね、この輪っかをしながら何かを買って、
潜在能力発揮したいなと思います。というわけでスターウォーズのチョコエッグ開封でした。おしまい。